こちらはネクスコ東日本です。午前10時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松川線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて湾岸線西行きの情報です。大井を先頭に葛西ジャンクションまで8キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。この先で事故が発生したという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたのですか。